開口一番夢一番ラジオラウンドテーブル。この番組は後楽園花春酒造の提供でお送りいたします。開口一番夢一番ラジオラウンドテーブル。この時間は後楽園会長花春酒造社長新田伝さんとともにお送りしています。はい、新田さん、早くも11月になりましたね。もうあっという間に暑いあの夏がね、もう土管に行っちゃったんですよ。そうです ね, ね、早いね。早いですね、まあ、あと今年も残すところ2ヶ月ということなんですが、はい、1年振り返るのはちょっと早いかもしれませんが、新田さんにとって平成から令和に変わった今年はどんな年でしたか？そうですね、はい、もうほとんど事業の方はね、息子が社長となってね、はい、会社をやっておりますので、うん、まあ長い間、経営の第一線に立ってたものがね、はい、やっぱりそこからこう遠ざかって少し、楽になったっていう、まあその分ゴルフも余計やれてますからね。だから私にとっては年号が変わっただけじゃなくて生き方ね、生き方、人生がなんかちょっと変わってきたような感じしますね。はあ、そうですか。それが良かったのか悪かったのかまだまだこれからですけどね。なるほどね。そういう人生を歩み始めたばっかですからね、まあ、ぜひその人生もいい人生だなと思いにしたいと思うんですけどね。そうですね、はいはい、まあ、平成から令和に変わった、それだけではなくて、自分自身の生き方も大きく変化した一年だったわけですよね。はい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 、はい、これからの夢は何ですか？これからの夢ね、やっぱりあまり事業に振り回されないで、はい、とりあえず好きなゴルフがね、やれたらいいですね、でそのためにも健康が伴わないとやれないわけですよ。そうですね、若干今肩を痛めてましてね、ほう、ですからなんかね長くかかるみたいなんですね、これその肩の痛み、五十肩みたいなやつですから、はあ、だからあれ忘れた頃に治るんでしょ。そうです か, だから気にしているじゃダメなんですよね。なるほど、まあそういうことでとにかくゴルフやるにも健康が第一ね、はい、うんうん、そういう人生をこれから目指していきたいですね。なるほど、はい、健康に気をつけるって具体的には一番気をつけることはどんなことですか？やっぱり会食改便ですよ。よく食べる、よく寝るね、はい、便を出すね、うん、それしかないんじゃないでしょうかね。なるほど、はいはいはい、1日睡眠時間って平均どのくらいですか？まあ、平均6時間ですか。はあ、はあ、まあ、なんとか頑張ってね、11時前には寝ないようにしてるんです。ちょっと待ってください、11時前には寝ないようにしてる？11時前寝ると朝早く目覚めちゃうでしょ、はい、だから11時までは頑張って ニュースを見たりして、それからちょうど6時間7時間寝ますね。はあ、はい、そのリズムを崩さないことですよ。なるほどね、はいはい、逆算して、そう、はあ、眠くなったらグーグー寝たんじゃダメなんですよ。やっぱりコントロールしていかなきゃ。なるほど、そうですか。後楽園に関してはね、息子さんにその社長を譲ったということもあります、はい、しかし、まあ、花春酒造の社長として、まあ、10月のこの番組のゲストが柏木杜氏でしたよね、はい、そうですね、はいはい、花春酒造に対する思いっていうのは社長としていかがですか？まあ、むしろまだ経営携わってね、はい、3年目ですからね、だからこれからというところですよね、うんうん、で前回も話をしましたが、はい、柏木っていう当時が入ってきてくれたんでね、はい、やっぱりコントロールタワーがないとね、いい酒作れませんからね、うん、そうですね、ですからこれからもっともっとね、うん、今日お迎えしてるゲストのそういうお店のためにもね、うん、いい酒を作るということに尽きるんじゃないでしょうかね。なるほどね、はい、さあ今ちょっと触れていただきました、じゃあご紹介しましょうね。花春酒造の話から、なんと郡山にある、いやもう本当にね、焼き鳥とかめちゃくちゃ美味しいお店なんです、有名なんです。ただね、名前が面白い、花春酒蔵かっぱ
こちらのおかみさんでございます渡辺恵子さんをこの11月のゲストとしてラジオラウンドテーブルお迎えしております、ご紹介させていただきましょう。はい、渡辺おかみでございます。よろしくお願いします。こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。ちょっと緊張してますか？そうですね、慣れないですね。いや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 、はい、お世話になります。よろしくお願いいたします。新戸さん、はいはい、なんでこちらのお店の名前が、はい、花春酒蔵っていうか。いやだから私もねそこら辺わからないんですよね、はいはい、ただカッパさんの店は、うん、私31の時に郡山に来ましてね、はい、その頃からよく場所のいいところがありますからね、よくそこを車で通ってて、はい、ああこういうところに焼き鳥屋さんがあんだなと、うん、いうことでカッパさんの名前は知ってたんですが、はい、花春がなんでついてるのかどうか分かりませんでしたね。あ、花春酒造が例えば、はい、お金を出してやっていただいてるお店とかっていうことではないんですね。そんなこと聞いたことありませんからね。はあ、その辺じっくり今日聞いてみたいんですけどね。ですね。花春酒蔵カッパのおかみです渡辺恵子さん、実は恵子さん私と同い年なんですよね。はい、羊年ですね。ねえ、羊さんですよね。はい、昭和30年ですよね、はい、1955年というと結構有名な人いますよね。はい、歌手でいうと郷ひろみさん、うわ池上志乃さんねえ、はい、そうですか。そうなんですよ、はいはい、ねえ、はいはい、さあそれはどうでもいい話なんですが、はい、今新名さんから話がありました。なんでカッパのお店の名前に花春酒蔵というそういう名前がついてるんですか？私もあんまり詳しいことはわからないんですが、先代が花春さんから許していただいたって言ってましたね。花春さんからいただいたって言ってましたね、うん、花春酒蔵っていう名前は多分他の店はついてないと思います。ないね、はい、ないですよ、はいはい、これはもう私も改めてね、はい、大ファンにならなきゃなりませんね。もちろんですよ、ねえ、で、その花春酒蔵カッパ創業して何年ですか？今年で65年になりました。はい、なんか聞いたような年数だと思ったら後楽園の創業が昭和29年創業で一緒なんですよ。カッパと一緒ですか？いや今日初めて分かりましたそのことが。何かのご縁ですね。出ます ね、 ね、はい、そうですか、はい、今日話をしていただいておりますおかみ渡辺恵子さんなんですが、ご出身はどちらなんですか？長野県の佐久ですね。はい、どうして福島に来ちゃったんですか？カッパの長男の、私の夫でありますミキオと大学が一緒だったんですね、はい、そのままついてまいりました。卒業と同時に、はい、22歳でカッパに入りました。カッパの後ろついてきて、はい、長野東京経由でお店の大きさは創業当時と変わらないんですよ。ビルになる前はちょっと形態違うんですけど、形態になってもう40年、私が嫁に来てから42年経ってますからね。だから嫁がれてきた頃は あの形態ですね。今のスタイルでしょ、はいはいはい、そうするとそんなに大きくないお店なんですよね。客席何席あるんですか？今15席あります、うん、その、はい、本当のもうお客様と触れ合えるくらいです、はい、ところに22、3のピチピチガールが、そうですね、お嫁さんに来てお店に出たわけですね。何も知らない方ですね。いやいやいや、本当は何になろうと思ってたんですか？社会福祉の道を目指しておりました。ケースワーカーになろうと思ってました。は、はい、それが郡山に来てカッパに入って、はいはい、焼き鳥焼き始めたわけですか？はい、家族の大反対を受けました。あ、長野のね、はい、でしょうね、はい、ありますね。なんで東京に行って福島に行くんだって言われました。あ、なるほどね、なるほど、そうでしょうね。いやでもね本当ありがとうございます、ね、うん、でその花春との関係はまた来週以降きっちり、ね、はいはいはい、聞かせていただきたいと思いますが、はい、今日はできればおかみのリクエストじゃなくて、はい、新田さんのなんか聞きたい曲をリクエストしていただこうかなと思ってるんですが、うん、何がいいですかね？そうね、昔見た映画でムーンリバーですか？あんなのもたまにいいですね。いいですね、
今急に言われて急に思い出したもの言わないとこの年になってくるとなかなかね思い出せないからありがとうございます、はい、急に降ってしまいました。さあそれでは、新田伝さんのリクエストに今週はお答えしましょう。ムーンリバーです。どうぞ。11月最初の開口一番夢一番ラジオラウンドテーブル、はい、後楽園会長花春酒造社長の新田伝さんとともにお送りしています。ゲストは郡山にありますね、花春酒蔵かっぱの女将渡辺恵子さんでございます。ムーンリバーをお聞きいただきました。はい、女将来週からまたゆっくりと、はい、あのカッパの話を、はい、よろしくお願いいたします。聞かせていただきますので、今新田さんここにあの、はい、カッパに来てくれたお客様の色紙があるんですがね、すごいですね。今ちょっと見せてもらったらね、いや驚きですよ。すごいってのは、はい、もうすごい人ばっかりなんです。いや本当そうですよね。こうやって見てみると ね、具体的には来週ね、はい、ご紹介させていただきますので、はい、よろしくお願いします。開口一番夢一番ラジオラウンドテーブル、この番組は後楽園花春酒造の提供でお送りいたしました。